岩津橋は、新潟県東館原郡阿賀町吉岩谷の阿賀野川に架かる国道49号の橋町421メートルの桁橋。都下部の関地レバー橋と高下部の単純版桁橋から、なる。藍津街道は、越後柴田と藍津を結んでいたが、津川伊勢は、諏訪峠を経由し、現在の国道49号とはルートが異なる。 現在の国道49号に相当する津川。水原間は、阿賀野川沿いの急峻な地形を行くため当期は、積雪や地滑りのため交通が途絶し下記に、かろうじて通れるほどの道であったため主に、阿賀野川を船で行き来していた。現在のルートの前身は1882年に、福島県令に就任した三島道常によって改良された若松新潟間のルートである。 これは1882年8月に着工し1884年8月に完成を迎え軍道に指定された。その後1920年4月1日に県道として認定され、道路法改正により1953年5月18日に二級国道115号、新潟平線となり、1963年に一級国道49号となり、同年に直轄区間となった。 この区間は当時であっても、断崖や地滑り地帯、落石なだれ注意箇所、強硝な福音、急勾配、陶器の多量の積雪と悪条件が多く陶器には、交通が途絶する状態であったことから、新潟工事事務所によって一時改築を行うこととなった。現道は、阿賀野川を溶かせず、川沿いを走るルートであり、一時改築ではこの区間を、岩津橋と白崎橋によって阿賀野川を溶かし、 バイパスするものした。岩津橋は、阿賀野川の洪水くらいから路面港を決定し、仮設地が低地であるため、都株の他に両端に、高架橋181メートルを取り付けることとしたため、橋長が421メートルとなり、同時期に仮設した釣浜橋、鳥城橋、岩津橋、白崎橋の4橋の中で最長となった。また、株港には、 ニューマチック計算工法を採用した。2カ年国債により1967年度に着工し、株工を佐藤工業により1967年10月7日から1968年9月30日までの後期で上部製作を小米鉄工所により1967年10月26日から1968年5月24日までの後期で 取り付け高架強政策を、片山鉄工所により19685月20から8月30日までの後期で、上部高架設を、小米鉄工所により1968年6月6日から11月9日までの後期で、小番工を福田組により1969年4月9日から9月25日までの後期で施行された。ありがとうございます。